今日は笠木です。皆さん明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。さあ、そしたら年始一発目、幕の方を張っていきたいと思います。今日はね、DOD のフィッシングテント、こんなん張るやつおらんやろとか思いながらちょっと買ってみましたけど、簡単に立つんで、ちゃちゃっと設営していきたいと思います。できた、終了。早っ。いや、これなかなかね、でもよくできてるのよ。一回家で試し張りしましたけどね。なんかタコみたい。スカートがすごい、これめっちゃいいで、これベンチレーションちゃんとあるし、なんか結構広いし、うちらで限界ギリギリぐらいやけどね。さあ、そしたらこっちとこっちに柵をこうつけていきたいと思います。うん、背も結構高いし、ダブルスカート、中もスカートなのね。まあインナーないから、とりあえず2727の、シートだけは持ってきましたけどね。よいしょ。でちょっと手持ちで済ませ、よいしょ。で窓が、まあ、そこに小物入れがあって、メッシュの窓が3枚、2、3で上ベンチレーション、ここを引っ張れば開くという。ここね、なんか知らんけど開いて、外にアクセスできるのね。ベンチレーションが閉じれるってことね。うん、なかなか生かした幕やと思うんですけどね、これは。さあ、そしたら内装の方していきたいと思います。ほい、外観こんな感じですね。よいしょ、なかなかいいんじゃない、こじんまりしてて。いや、このコスパでこれだけの設営できたらいいと思うよ。椅子ないよ、椅子はないよ。ベッドのあそこに座ってこっちで調理するから、ね、外のスペースはなしです今日は。よし、ほい、できました。今日はね、ちょっとちっちゃいので、ね、あんまりスペースがないから寝るだけやもんね。でも2m40、2m80 あるから、楽っちゃ楽やねんけど、それベッド、コット、大きすぎ。俺だけしかないからな、ワンズのスペースは。今日はコットでしょ、うん、よし、これで快適睡眠だ。で、レインボー豊臣の、今日はもうこれあれば十分。さあ、そしたらワンズおろそう、待っとるからね、ここで。よし、だいたい設営もできたので、こんな感じですね。あんまりスペースないから今日は。よいしょ、これで見えてる。ここキッチン、椅子がなくて、
コットの上に座ってやりたいと思います。今日はねこれだけ、これで全ての料理をしたいと思います。日年だけでできるかね。初めてカット持ってきたけどまあこれだけあったら何もいらんからね。ここに火つけたらごとくついてるし、こんな感じでよし。なんか楽しそう、こういうのがおもろいね。これが火の調節ができる蓋、これで火が大きくなったり小さくなったりできる。全然 OK よね、これでいけるいける、大丈夫よし。はい、それではね、お昼ご飯って言って何もせえへんけど、へえ、買ってきたよちょっと食べたくなって昨日買ってきたの。匂うからね、ラップしてきたで、それをちょっとふかさなあかんから、でここでシュウマイ入れてふかしたいと思います。オープン。あー美味しそう、美味しそう、よいしょ。いいね、ちょうどぴったりぐらいじゃん、6個で。よし、できたできた。水は敷いてるからね、今度これで多分火が出てるはずやから、よし。そしてこうやってここに行くと、これでいいんじゃない。よし、面白そうな感じですよ犬そこで寝てるけど、なかなかこじんまりしていいけどね。ほらええ感じでしょ。これよかいいよ、全然。これ1個あったら全部できるやん、火が炊けるから、まあ、夜は焼肉して食べようと思いますけどね。はい、それではね、ええ感じで吹き上がってきましたよ。それ、ちょ、蓋オープン。どんな感じ？うおー、うまそう。何これ。めっちゃうまそう。さあ、これ美味しいぞ。さあ、そしたら、コロッケもちょっと買ってきたので、昨日天神さん行ったから、中村屋のコロッケね。これ超有名なコロッケなんですけどね。それ買ってきたので、これとお昼食べたいと思います。いただきます。はい、それではいただきます。うまそう。なんじゃこりゃ。すごいな。綺麗に蒸せたね。素晴らしい。いただきます。熱そう。さすが551の蓬莱。うまいっすね。うん、おいしい、グッド。肉まんも一つあるから、豚まんも蒸していきます。はい、それではね、拭いたので蓋をプンといきましょう。蓋オープンな、よしよし、完璧だろ。おいしそう。これでほっかほかのんが食べれるよ。あ、ほっか、うめえ、うまい、うまい。お、お湯沸いた、沸いた、沸いた。よいしょ、優秀だね。よいしょ、
かそう、美味しそう。よし。ヤムチャと黒ウーロン茶はうまいね。やっぱ黒ウーロン茶大好き。暑いで飲まれんけど。よし。でちょっとゆっくりします。ほい。ちょっと暗くなってきたので、でもそんなに気温は下がってないですよ。よし。まあちょっとお茶の段取りして。ワンズはちょっと外に行ってますけどね。ビシュだけここに。あったかあったか、もう超あったかい。最高やね。はい、それではね、ご飯の段取りをしていきます。とりあえず水漬けしたので、よいしょ。はいよ。いいね、つまべ三条のこの網。ぴったりやもんな、シェラカップに。最高。で今お米を水漬けしております。よいしょ。30分放置ね。ほいで今日はまな板を忘れました。なのでどうにもなりません。このトレイがあるから、これまな板代わりに。でオピネルしか持ってきてないから今日は。よいしょ。でネギ焼き、ネギ焼いていこうかなと思ってネギ持ってきました。味噌でね、食べたいなと思います。それと砂ずりを持ってきたので、串に刺して砂ずりをて、これで焼きたいと思います。黒船でね、これぴったりになるように作りました。でこれでいけるでしょ。よなんせ今日これしかないから、これで料理しないとどうしようもないからね。それとご飯はメスティンで炊くのでいいです。あとはそんなもん、何そんなもんかな。あ、そうそう、アサリじゃなくてハマグリ持ってきて、だからハマグリのお味噌汁作りたいと思います。砂釣り美味しいよね。ワンコの餌やけど。はい、それではね、ほらハマグリ。めっちゃ美味しそう。じゃあ売ってたのよ。これよいしょ。はいよ。豪華豪華、めっちゃ豪華。いっぱい入ったで。美味しそうやっか。よし、よう、できてるわこれは。お米が白い、こんなもんやね。 200cc。よし。あとは蓋閉めて出来上がりと。はいよ。よし。これでとりあえず OK と。こんな感じで。おお、いい感じいい感じ。おお、いいじゃんいいじゃん。お味噌汁。ハマグリのやからな。ハマグリで、ハマグリ。いいね。めっちゃうまいで、これ。もう煮炊きすると結構上がってくるね。熱いよ。よ、ほら。外は10度やな。9.9 度になってるけど。中18度あります。まあ、ストーブも、石油ストーブ炊いとるからね。換気バッチリやからね。大丈夫ですよ。お、起き上がってきましたよ。おお、うまそう、見てる。うおー、すげえ。めっちゃいい匂いしてる。うまいぞ、これ。田楽味噌。
このお味噌美味しいよね。私好きなんですけどね。はい、それでは焼いていきまーす。よいしょ。タコあったんでタコも持ってきましたわ。タコ焼き。はい、それではいただきまーす。あー、うまっ。最高やな。うまっ。ハマグリの味噌汁最高や。めっちゃうまい。はい、それでは久しぶりにメスティン蓋オープン。なっ、綺麗に炊けるね。うん、うまいね。ほんま綺麗に炊けるよね。なんもせんでもな、うまいことできてると思うわ。 25g でも。さあ、そして食べようかね。ええ感じになってきたし、ではいただきたいと思います。うまい。雨降ってきましたわ。最低。また雨やて。新春一発目から雨やで。どういうことやねん、ほんま。でね、これだけじゃ足らんやろうなと思ってさ、思ってさ、まだまだ張り込んできたの、ワンズには内緒で。ほら、でかいやろこれ。ステーキ、これ焼いて食べたいと思います。おお、素晴らしい。素晴らしいお肉やな、しかし。おお、一発で。いやー、美味しそう。お、ええ感じになったぞ。よし、よいしょ。おー、美味しそう。はいよ。それでは美味しいのをいただきたいと思います。かけようかつけようか、どっちでもいいねんけど、ちょっとつけていただきます。柔らか。あ、食った。めっちゃお腹膨れた。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。でもこれは優秀だね。日年のトップ固形燃料、これで全部料理できたもんね。すべてで1時間半2時間使っても全然大丈夫。これぐらいしか減ってないわ。相当使えるでこれ。 250g、 25g 10個分と考えればまあまあ、うん。でも値段もすごい安いからね、これ全然使えるよね。はい、今日はもう狭いので、もうこれだけしか空間ないから、もうベッドの上でご飯です。よっ、ベッドの上でご飯です。はい、狭小スペースやっぱしょうがないよね。よいしょ、ここらしい。もうだってすぐそこドアやし、私はちょっとお湯沸かしておりますけど、いやー狭いわ。もうここで食べるしかない。あ、もうなくなった。早えなお前。あ、終わったわ。早え。お腹空いてたもんな。ほい、カメラ準備中。
三脚につけたから手持ちになっちゃった。よいしょ、よいしょ。さあそろそろ、ライブ時間が迫ってまいりました。はい、ライブが始まりました。おお、なんか面白いなこれもな。よし、はいよ。ライブを2時間やりました。で終わって、今です。結構10時から始めて結構な時間になりましたね。そしたら、紅茶でも飲んで温めてから寝たいなと思います。それでは今日一日お疲れ様でした。ああ、ワンズはね外出てますわ今。よいしょ、さっきまで2時間ずっとここでライブの間お待ちしてたんで今外で遊んでおります。ではお疲れ様でした。結構雨が降ってきました。真っ暗で分かんないですけどね。6時でございます。ずっと雨降ってんねんけど、さすがにずっとなんか雨がポタポタ降ってて、はい、おはようございます。びっしゃびしゃ、結局ずっと雨降ってたもんな。なんか晴れてるような曇ってるような霧っぽいような。さあ、あ、晴れた、めっちゃ晴れた、さっきまでの大雨は何やってんってな。一晩中雨降ってましたね。びっしゃびしゃ、もういつものことだからびっしゃびしゃ、乾くかなな感じですね。ワンズはもうなんかゆっくりしてはりますわ。よし、おお、なんかえらいええ天気になったな。マークないめっちゃ暑いわそれ。こんだけ晴れるとな、暖房も何もいらんでな。よいしょ、23度、直射日光が当たれば暑いね。テント内部、さてと、よいしょ。さあそしたら帰る準備しましょうか。はい、なかなかの狭小スペースでしょ。これで頑張ってたんやから、びっしゃびしゃでもぐっしゃぐしゃ、ようこれでやってたやろ。ワンズ寝るとこはな、まあ下、あれだけあったからよかったけど、よいしょ、よう頑張った。よし、さあそしたら片付けていきたいと思います。はい、だいぶ片付いてきましたよ。もうここに乗せたストーブね。ほら、その代わりここは何もなしね。あとはウィシュはいいとして、あとは下の敷物片付けて、よし、晴れたんだか雨なんだかよく分からへんけど、よし、よっと、はい、綺麗になりました。特に外に何もしてへんからね。引きこもりやったからもう何もしてないですけどね。はい、それでは帰りたいと思います。あー、しかしずっと雨やったね。前途多難な出発になりましたけど、はい、それでは皆さんお疲れ様でした。